なんだろう、醤油の角が取れてんのかな。うまいねこれ。うまいうまい。でもここで全部食っちゃうよりは、後で砂糖のご飯にかけて食いてえな。美味しい美味しい。ありがとうね。いやこちらこそありがとうございます。バオン、こんばんは。でもこのぐらいの味付けだったら、なんだろう、酒のなんだろうな、大根おろしと合わせても合うかもな。ゆうがいらっしゃい。大根おろしなんかと、なんかの付け合わせにしてもいいかもね。うまい。炊きたてご飯にかけてます。だから逆にこのぐらいに味濃いめに作ったら、炊いたらね、卵かけご飯に醤油をかけずにこれでいった方がいいかもしんねえし、こっちに味がついてるから。でしょ。だから醤油と、だから水使ってないから日持ちするよ。あれはね、水を使うから傷むんだね。なんでもそう、炊き物は醤油とみりんと酒でやればいいんだよ。日持ちすんだよ。だから蕎麦屋のつゆだって水は使ってねえだろ。まあ、だしで水は使うけど、よいしょ。ああ、これ卵かけご飯に合うわ。でさ、こう、なんていうの、さっぱりすんだよ。おお、みぶちゃん、ありがとう。やっぱね、山椒はね、いいね。で、しかもこれ多分、実山椒かなんか使ってんのかな。まあ、夏はだからもう、
山椒とかみょうがとかさ、しそとかさ、うん、辛いのは大丈夫ですか？何を今度持ってこようとしてんだよやめてくれよ。俺意外と辛いのはやばいぞ、苦手だろ、やめれや。あ、でもこれ酒進むわ。振りじゃねえから。いや、ほんと俺辛いの食わねえから。高島屋で、ああ、なるほどね。そうだよな、冷凍できるからな。使う分だけ取りゃいいんだもんな。エミューが辛いの好きですって言っても、エミューのとこには届かねえから。極道に無理やり食わされてたよね、辛いの。だからやめれっつったの、俺辛いの嫌だから。わさびは大丈夫なんだよ、俺。わさびとかは俺平気よ。ペヤングなんかいらねえよ。そんなの他の配信者やらしとけばいいだろう。なんで俺がやんなきゃやんねえんだよ、おめえよ。了解。また LINE にしてよ。なんかあったら。香辛料系がダメですか？いや、やっぱよ、あの辛いのはよ、唐辛子系はよ、やっぱ残るだろ、ずっとカーってくるじゃん、汗かくだろ、あれが俺ダメなんだよ。じゃああなたに任せるよ。だあれ、あそこ今度いつ行くんだよ。いつでもいいで。な。ちょっとお借り取ってくるわ。おめえらはいろいろ探んなくていいっつんだよ。俺と楽しく喋ってりゃいいんだから。俺はプライベートもあるんだからよ。まあうるせえな、ほんとよ。でもこれやっぱ口の中さっぱりするわ、山椒効いてると。いいわ。山椒なんかいかないよ。なんで？やっぱさっぱりするよな、この時期。いいな。まあもともと俺山椒好きだからね。
あんたたち行くわよ。いいわね。ケビトコプ、ファミマの冷麺食べました。味がすごく良かっただろ。だからあのクオリティだったら俺はありだと思うよ。うん、だからみんなに言うのよ。うん、これだったら俺まあいいんじゃねえかなと思って。うん、でしょ、あのガラスープのな。うん、であれさ、特部あのガラスープもうちょっと欲しいとこだよな。うん、あれ麺ほぐすのにちょっとかかるだろ。ああ、もうちょっと多めでもいいんだけどな。まあでもまあクオリティ考えたらそんなのは言ってらんねえしな。佐野さんが盛岡冷麺専門店やったら流行るよ。流行らねえよ、あんなの。歯がねえやつが何言ってんだよ。笑かしよるな。そうっすか。いや、笑ってくださいよ。笑わすために配信やってるんですから。でも麺はローソンが良かった。あ、わかった。今度ローソンの方も俺行ってみるわ。うん、とこちゃんやな。閲覧300切ってる？うん、関係ねえじゃん。いいんだよ、俺は。うん。あたし冷麺大好きなんです。あ、俺も好きだよ。うん。あ、有名なとこあんだ。なるほどね。あとね、俺ね、冷麺も好きなんだけど、ぶっちゃけ言うとユッケジャンクッパも好きなんだよ。うん。あと最近はもうスーラータンメンとかね、あれも好き。変なとこに行ってんのかな俺、味覚が。もう和食じゃなくなってってるよ。うん。アナ、テールスープ作んの？うん。でもよ、テールスープもよ、どう作るかにもよるよな。ドロドロに作んのか、さらっと作んのか。あとはよ、あそこによ、テールスープって結局のこ最後はライス入れておじやみたいにして食っちゃうパティーンじゃん。そうでしょ？うん。テグタンも好き。ああ、なるほどね。うん。
はいよ、翔太郎さん、いらっしゃい。おはようございます。ユッケジャンクッパとライスがな。だから、ユッケジャンクッパとライスが最高ですって。だってユッケジャンクッパ自体はもう頼んだら、そこにライス入ってくるじゃん。タカいらっしゃい。うん。あ、サラッとだったらいいね。ああ。サラッとだったらいいね。マジで。あれ、ドロッとにする人もいるじゃん。あの、髄骨出すまで、あの、詰めちゃう人。あれは結構なんかドロドロしてて、ちょっと俺は、どうかな、苦手かなって思う。さらっとの方がいい。うまい。あ、だから残りの方だからドロドロになんねんだろ。料理なんか食ってる？あ、今日女性が俺の家に差し入れ持ってきてくれたの。手作りの。うまいよ。磨きニシン好きですか？北海道のか。まあ磨きニシンはな、どう炊くかにもよるけどな。味はだけどうまいよ。あれはだって戻してっから焼いてもうまいしな。炊いてもうまい。ご飯と一緒に炊飯器で炊いてもうまいしな。棒だらとか、まあ確かにな。あとはほら、鮭とばとかさ、ああいうのもいっぱいあるじゃん。あれだよ、うるさいな。あんに。何じゃねえよ。あん、何やってんだよ。何やってんだよって、名古屋にいるよ。元気してんのかよ。まあ、おかげさんで、お互い。俺は放送中だぜ。だからあんまり余計なこと言うなよ。余計なこと言うなよ。余計なこと言うなって何これ。いや、そっちに都合の悪いことを俺の放送に載せても嫌だからよ。俺は大丈夫だよ。元気してんのかよ。してるよ。今日なんかおめえ、海見に行っちゃったよ。黄昏れて。スマか、スマか。相変わらず若いな。若かねえよ。俺の放送でもうバレてるぜ。誰だかわかんねえけど。みやびさん元気そうだとか。みんな言ってるよ。おかげさんで、まあ、みやびは元気だよ。まあ元気でやっとけばいい。なんだ、スマ一人で行ったのか。そうそう。チャンネルは。チャンネルいるわけねえじゃん、俺に。
いやいや、俺はいい。ね、そういうのはないから。うん。何がないんだよ。いいじゃねえかよ、あんなの。だって電車一本で行けんじゃん。ああ、うん、黄昏たいときは黄昏に行くんだよ。似合わねえよ。うるせえやこの野郎。何が黄昏だよお前。なんだもん。しゃあねえだろうがよ。最近日に当たってねえなと思ったからよ。おめえは日に当たりすぎなんだよ。嘘つくんじゃねえよこの野郎。かりんとうみてえな顔しやがってよ。それがもう今真っ白で真っ白。嘘つくんじゃねえよ。下も言ってねえしよ。ああそう。ここ最近よ、もう1ヶ月、まあもうそろそろ1ヶ月だな。病んでんの？元気出そうぜ。おー、病んじゃったよ。ああ。まあでもそんなこと言ったってよ。俺の方がもっと病むぜ。だって店飛んだんだからよ。でもお前、その前いい思いしてるからいいじゃん。何のいい思いしてんだよ。してねえべや。そんなもんてめえ勝手に生きてることがいい思いなんだよ。いや勝手に生きてるっちゃまあ勝手だっつら言われるやな。そうだけど何かに縛られるわけでもなく、ああまあそりゃな、うん、自由っちゃ自由だから、うん、それだよ、お互いそれだよ。でも自分も今自由なんだろ。うん、自由やな。ただ未来はねえ、なんか作っていかないとね。うん、うん、確かにな。お互いな。お互い間違いない。うん、うん、で普段は何を作るんだ。わかんねえな、まだ決めてねえな。俺に何ができるのかなって思ってるから。いいな。うん。でも生きていることが何かできていることじゃねえのか。そう。まあ俺は配信やることがまず一番ではあるけど、あの。ヘッチだろうがヘッチャクレだろうが、その人間たちに対して自分が伝えることを伝えてることが生きてる証じゃねえのか。うん。それで十分だと思う。まあ、また大阪行った時はよ、うん、時間空けてくれ。うん、分かったよ。うん、また連絡する。あ、いつも悪いな。ごめんな、うら。ああ、いいよいいよ、ありがとうな。うん、うん、ありがとう。はいよ、はい、はい。みやみさんでした。みやびさんはポエマですね。いや、ポエマとは思わねえけど。なんかね、元気なさそうだったね。まあでも、元気ねえときは元気ねえであんじゃねえの。わかんねえけど。どうかな。明るい声の時は案外ね。ああ。いや、まあいつもこんな感じよ。俺と話すときは会うなっつって言ってくるから、なんだよっつって。
だから久しぶりにまたかけてきたから、っていうかさ、こないだはこないだで横山みどりが俺にかけてきたじゃん。何その佐野にかけてくる体になってんのみんな今。やめれや、おじさんに。いいんだよ、から元気でも、から元気でかけれるんだったらいいんだよ。うん。里帰りじゃねえだろうよ、ほんとよ。俺んとこふるさとじゃねえからな、ほんとよ。俺は俺で必死なんだよ、こっちはこっちでよ。なあ、俺は俺でだって自分のことなんとかしなきゃなんねえべよ。うん。いや、だからなんかあったんかなって思うわけよ。心配するわけよ、俺は。俺基本的に自分がなんかあった時でも人にあんまり相談しない人だから。だから、まあ、なんかあったんかって、気にはなるけどね、大丈夫かって。今日はアンチ多いね。ああ、でも、こっから、あの、ブロック祭り行くから。これで消えると思うよ。コメント消すなよ、お前ら。おい。おい。こいつらみんなコメント消すから。いくらも行かねえ奴らだから。はあ、ブロックされたくねえんだよ。結局、佐野が見たくてしょうがねえんだよ。下手コメ打ったらおめぶっ込むからな。あった、俺がよな、普通に話してんのによ、なんてんだこの野郎、消えるからこいつら。いや、穴は入れるわけねえじゃん。海パンはブロックです。もう狙ってたから、俺こいつロックするってもう決めてたから。はい、もうブロックです。うん、構造